キリスト教東方教会聖教会、アルバニア聖教会アルバニア聖教会は、聖教会で最も新しい独立協会の一つ。20世紀になって創設された。聖教会は1カ国に1つの教会組織を備えることが原則だが、これら各国ごとの聖教会が異なる協議を信奉しているわけではなく、同じ信仰を有している。アルバニア正教会は創立以来、 苦難の時期を重ねてきた当初は、方針例にギリシャ語を用いていたが、アルバニア人やアルバニアの民族主義者から脅威とみなされたのである。アルバニア正教会は、第二次世界大戦中に受難し、その後の共産主義体制において、とりわけ、アルバニアが無神論国家を宣言した1967年以降は、民衆が公的であれ、私的にであれ、 信仰を表明することは許されなくなった。しかしながら1991年に信仰の自由が復活するとアルバニア正教会も復活を見て250以上の教会堂が再建もしくは改修され100名以上の下級聖職者がの部署をされた。現在は4つの教区が存在する。アルバニアのキリスト教は古い歴史があり、 パウロと共にユダヤの伝道者がバルカン半島を訪れた紀元一世紀にまで遡る。アルバニアの民族主義者サミベー・フラシェリはアルバニア正教の方針例からギリシャ的な要素を取り除きアルバニア語を使うように要望を出した。独立協会という発想はルーマニアのアルバニア語新聞巧妙ドリタの中で初めて提案された。 アルバニア政教独立協会がようやく1937年4月12日に文人聖職者ファンの理によって組織されると同年中に総主教から承認を得た。レオボバイクリチトの遺婚、ハリストス像、エンベルホッチャがアルバニア人民共和国の最高指導者として独裁体制を敷くと協会も国家の統制下に置かれ大きな受難の時代を迎える。 宗教施設が所有していた土地は国家に接収され、学校において宗教教育は禁じられた。1952年には大主教クリストフォルが死体となって発見された。処刑されたのだとする意見が圧倒的である。1967年にホッチャは中華、人民共和国の文化大革命に触発されて、全国の教会とモスクを閉鎖し、 世界最初の無神国家であるとして、無神論を国境のように扱った。あらゆる信仰の表明は公的にであれ私的にであれ違法とされた。何百人もの宗教家が投獄されたり粛清されたりしたのである。共産党政権も末期になると信仰の自由が回復されたが、健在の司祭は22名しかいなかった。コンスタンディヌーポリ総主教バルソロメオス一世は、 アテネ大学の神学者でメッサニア兼アンドローサ名義の主教アナスタシオスをアルバニア正教会の総主教代理に任命したアナスタシオスは1992年6月24日にティラナ大主教に指名され同年8月2日に新主教に衰退された当初はアルバニア共和国から危険人物の恐れのあるギリシャの民族主義者とみなされたもののアナスタシオスは 事前活動によって尊敬を勝ち得るとともに今やアルバニア正教会の霊的指導者として承認されるに至った。それでもなおいまだに多くのアルバニア正教の教会は自国の主座主教にキリシャ人が座っていることを必ずしも心よく思ってはいない。アナスタジオスは初めは廃屋になった宿屋で、その後はシェンブラッシュの自分の敷地で神学校を開設した。 元よりアナスタシオス大主教は、教会の復興は、アルバニア人の教会の再生でなければならないと、訴えていたが、それでもアルバニア正教会に、ギリシャ正教会の影響は強まったのである。方針例に関する書物や、その他の文献は、1910年から1940年代に、かけてアルバニア語で作成されたが、アナスタシオスが大主教に衰退されてからというもの。 アルバニア語の出版物はほとんど出回らなくなり、その一方で、聖教徒のアルバニア人は、英国内外聖書協会が1879年に出版した新約聖書を依然として用いているというありさまであった。この新薬は、禁帝訳に基づき方ことを使った翻訳だった。大抵のアルバニア人は、日常の生活や活動では、標準アルバニア語を使っているのにである。 現在はアルバニア聖書教会によって新約の聖書が作成されている。大半の小教区ではアルバニア語が使われているが、他民族が混在してギリシャ語やアルーマニア語が支配的であるような地域では方針例にギリシャ語も使われる。南西部の都市サランダではアルバニア語を方針例に使うことは認可されない。1990年代からは、 正教と人口の半数がアルバニアを去り、ギリシャやイタリア、北米などに移ったが、被災職の必要を満たすようなアルバニアの小教区は、確定されておらず、もっぱらギリシャの小教区が、被災職に割り当てられている。この新たな民族離散は、アルバニア正教会の未来の主座主教にとって、相変わらず最も厄介な難問として、立ちはだかっている。ありがとうございます。